2024年2月11日の毎日新聞によりますと、野党からでだけでなくて、公明党も賛成していると聞いてます。公明党の古谷副代表、今月13日、衆議院の第一議員会館で開かれた NPO 法人主催の選択的夫婦別姓を求める院内集会に出席されまして、多様性のある社会を実現する上でも、与党として選択的夫婦別姓制度の導入のために粘り強く取り組んでいくとはっきりと明言されました。で、自民党の一部の議員から、よく言われているその家族の一体感を損なうとか、子どもへの悪影響が懸念されるという反対意見があると報道をされています。岸田総理も家族の在り方の根幹に関わると答弁を繰り返すだけで、例えばこれ自民党内の女性議員の声というのはどうなんでしょうか。日本国民が激怒、絶対に阻止すべきだ。選択的夫婦別姓導入を経団連会長も言っている。三上恵里、立憲民主党参議院予算委員会2024年3月26日。こんにちは、龍之介です。本日も龍之介チャンネルをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。今回は選択的夫婦別姓問題です。龍之介チャンネルでは以前より、絶対にこの問題阻止すべきだと訴えてまいりました。LGBT 法の次は必ず野党は選択的夫婦別姓を取り上げてくると、ましてや経団連の徳倉会長まで言い出している始末です。自民党のごく一部の特殊な選択的夫婦別姓に反対する声を上げている人がいるだけだ。ほとんどの人は世界で当たり前だからやろうと言っている。嘘をつけと言いたい。日本国民の多くは選択的夫婦別姓に反対しています。今の制度で不都合があるというのでしょうか。経団連の発信は海外で活躍する人たちが云々。じゃあどのくらいの方が海外で不都合を感じているのか。選択的夫婦別姓を通そうとする背景には裏があるのです。裏が。そして彼らの言い分は世界では当たり前だからやろうですよ。憲法改正や国防軍の整備、スパイ防止法なども世界で言えば当たり前です。外人には生活保護費を支給をしない。不法滞在者の強制送還も当たり前です、世界では。じゃあこちらも進めていけよっていう話ですよ。選択夫婦別姓がなんちゃら言う前に、スパイ防止法から進めんかいと、激怒の視聴者の方も多いのではないでしょうか。では三上恵里、立憲民主党参議院予算委員会2024年3月26日選択的夫婦別姓の質疑、そして加藤愛子男女共同参画担当相、上川陽子外相の答弁をダイジェストでご覧いただきますが、その前に産経から記事をご紹介します。記事 URL は動画詳細欄に記載していますので、ご参照の上ぜひご一読ください。共産小池氏、選択的夫婦別姓導入を経団連会長も言っている。公明立民維新も要求。今国会で選択的夫婦別姓の実現を求める声が公明、立憲民主、日本維新の会、共産の各党から相次いでいる。ただ令和3年の最高裁大法廷は夫婦別姓を認めない民法の規定を合憲と判断している。岸田文雄首相は25日の参院予算委員会で、より幅広い国民の議論を得る必要がある。そのためにも国会での議論は重要だと述べた。夫婦同一の姓は定着。選択的夫婦別姓について超党派で議論を深めて実現してもらいたい。立民の三上恵里参院議員は、26日の参院予算院で加藤愛子男女共同参画担当相や上川陽子外相に対し、こう訴えた。上川氏は選択的夫婦別姓の実現を目指してきた経緯がある。三上氏は選択的夫婦別姓についての考え方も尋ねたが、加藤氏と上川氏は閣僚の一員であることを理由に、個人的な見解は控えといてを述べるにとどめた。選択的夫婦別姓をめぐっては、平成8年に法制審議会、法相の諮問機関が夫婦別姓の導入を答申した。しかし、最高裁大法廷は令和3年6月、夫婦同一の姓は社会に定着し、
家族の呼称として意義があることを認めた平成27年の最高裁判決を踏襲するとの判断を下している。ここまで法制化に至ってない背景には国民の十分な合意が得られてないとの指摘がある。内閣府が令和3年度に実施した世論調査で選択的夫婦別姓の導入について容認派は 29% で夫婦同姓の維持派は 27% とほぼ変わらなかった。ただ18歳から29歳に限ると容認派は 40% になるなど別姓を容認する割合は若年層ほど大きい傾向にある。皆既日食みたい。国会では与野党から選択的夫婦別姓の導入を急ぐよう求める声が続出している。公明党の石川参院議員は25日の参院予算委で夫婦別姓の弊害について姓を変える際の銀行口座やパスポートの名義変更の負担に加え登記手続きや契約手続きで旧姓を使用できない場合もあるなどと指摘し議論を加速して結論を出す時期が来ていると語った。日本維新の会の高木香織参院議員も15日の同意で選択的夫婦別姓が認められていない中で姓を変えることが多い女性が生きづらさを感じている、未婚化にもつながっていると言われていると強調した。共産党の小池晃書記局長も同日の同意で同党と政策意見が対立するケースが多い経団連の戸倉会長が選択的夫婦別姓の導入を掲げていることを挙げ戸倉氏と小池が同じことを言っている。皆既日食みたいなものだ、こんなことは滅多にないと訴えた上で自民党のごく一部の特殊な選択的夫婦別姓に反対する声を上げている人がいるだけだ、ほとんどの人は世界では当たり前だからやろうと言っていると持論を述べた。これに対し首相は自民の中でも推進する人間もある一方慎重な議論もある、その背景にはこの問題に対する認識がある、これを踏まえて国会でどのような議論を行うか判断すると述べている。それでは三上英里立憲民主党参議院予算委員会2024年3月26日選択的夫婦別姓の質疑、加藤鮎子男女王共同参画担当省上川陽子外相の答弁をダイジェストでご覧ください。予算委員会の方で何度も繰り返されました選択的夫婦別姓について質問をいたします。まずは加藤男女共同参画担当大臣にお伺いいたします。選択的夫婦別姓についてどうお考えでしょうか。加藤男女共同参画大臣。選択的夫婦別氏制度につきましては広く国民全体に影響を与えるものでありますので現在も国民の間にはさまざまな議論があるものと承知をしてございます。そのためこの制度の導入につきましてはしっかりと議論をしより幅広い国民の理解を得る必要があると考えております。三上さん、ご自身としては賛成もしくは反対、どのようなご意見でしょうか。加藤大臣。私自身の個人的な見解は国会においては差し控えたいと考えております。申し上げること、申し上げることは差し控えたいと思います。法制審議会が選択的夫婦別姓制度の導入を答申したのが1996年となっております。もう四半世紀が過ぎております。資料1をご覧ください。世界の多くの国もかつては夫婦同氏制度をこれ採用してましたけれども各国で見直しが進みました。政府によりますと平成27年10月の選択的夫婦別姓に関する質問に対する答弁書に現在把握している限りにおいては法律で夫婦の氏を同じ氏とするように義務付けている国は我が国のほかには承知していないとあります。この受け止めを加藤大臣お願いします。加藤担当大臣。お答えを申し上げます。ご指摘のとおり現在婚姻後に夫婦のいずれかの氏を選択しなければならない夫婦同氏制度を採用している国は我が国以外には承知をしておりません。その認識はございます。三上さん、受け止めを聞いています。もう一度答弁お願いします。加藤大臣。
そのことを踏まえましても、我が国のみということも踏まえましても、この先ほど申し上げたことの繰り返しにはなりますけれども、この制度の導入に対してはしっかりと議論をし、より幅広い国民の理解を得る必要があると考えておりまして、国民の皆様が充実した議論をしていただけるようにしっかりと後押しをしてまいりたいと、このように考えております。議論はしていることなんですけれども、示しました。どうぞ。はい、進まない理由は何だとお考えでしょうか。加藤大臣。国民の間にさまざまなご意見があるものとこのように考えております。そういった意見をしっかりと議論の中でぶつけ合っていただいて、より幅広い国民の理解を得てまいりたいと、このように考えて、得て上で、そして、その理解が進むように議論をしていただけるように、私自身も後押しをしてまいりたいと考えております。第5次男女共同参画基本計画におきましても、選択的夫婦別氏制度を含めて夫婦の氏に関する具体的な制度のあり方に関しては、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえさらなる検討を進めると、そのようにされているところでありますので、この形で取り組んでいるところでございます。三上さん、はい、ではそのさまざまな議論、さまざまはどんなさまざまなのかお聞かせください。加藤大臣。特段個別の意見をここで取り上げるということが適切かということもありますけれども、旧姓の通称使用をこれで行くこともありだと考える方々もおられれば、しっかりと夫婦別氏を導入を、選択的夫婦別氏を導入していくべきだということをご議論される方もおられれば、現行の状況を、現状をしっかりと、現状の夫婦の同氏制度を守っていくべきだという考えの方もさまざまおられるというふうに認識をしてございます。三上さん。質問を変えます。2024年2月11日の毎日新聞によりますと、野党からでだけでなくて公明党も賛成していると聞いてます。公明党の古谷副代表、今月13日衆議院の第一議員会館で開かれた NPO 法人主催の選択的夫婦別姓を求める院内集会に出席されまして、多様性のある社会を実現する上でも与党として選択的夫婦別姓制度の導入のために粘り強く取り組んでいくとはっきりと明言されました。で、自民党の一部の議員から、よく言われているその家族の一体感を損なうとか、子どもへの悪影響が懸念されるという反対意見があると報道をされています。岸田総理も家族の在り方の根幹に関わると答弁を繰り返すだけで、例えばこれ自民党内の女性議員の声というのはどうなんでしょうか。加藤担当大臣。特定の政党の中における議論につきまして、具体的に申し上げることは控えたいと思いますが、自民党、与党自民党の女性議員の中にもさまざまな意見があるものと承知をしてございます。三上さん。婚姻時に夫の姓を名乗る夫婦は 95% に上ります。事実、昨年に発表された法政大学、これよく取り上げられるパーセンテージですけれども、国立社会保障人口問題研究所に所属する研究チームによる全国大規模調査、選択的夫婦別姓の賛成率、これ 83.9% に上っております。社会は刻々と変化しておりまして、夫婦別姓の声は高まり続けております。私のように自分のアイデンティティを守りたいである、で契約書のサインが通用しない、パスポート名が違うので国際的に通称名で使えない、キャリアアップに支障が出た、多岐にわたっています。
加藤大臣が経団連と選択的夫婦別姓の早期実現を今年1月経団連との会合で訴えられました。この時には加藤大臣はどのようにお答えになったんでしょうか。加藤大臣。ご指摘のとおり、旧姓を通称として使用することの不便不利益についてのご指摘、ご指摘を含めた、選択的夫婦別氏制度の導入につきまして、経団連の皆様からご要望をいただきました。その場におきましては、幅広い意見交換の場でございました、その一部でございましたので、その場で具体的な回答は私からはしてございませんが、皆様からの経団連を含めた団体からのご要望も国民各層の意見の一つとして真摯に受け止めてございます。三上さん。この経団連の徳良会長ですけれども、もう具体的に2024年度上期中に、提言を公表すべく検討を進めていると発言されています。これに対してはどのように、対応されるのでしょうか。こちらに加藤大臣。お答え申し上げます。そのようなご発言があったということにつきましては承知しておりますが、その提言の形式ですとか内容については分かりかねますので、どのように対応するかについて現時点で具体的にお答えすることは難しいと考えております。三上さん。国連の女性差別撤廃委員会について続いて上川大臣に伺います。2003年の審査から選択的夫婦別姓の法改正を行うように求めています。これもおよそ20年前になるんですけれども、上川大臣のご認識を伺います。上川外務大臣。ただいま委員ご指摘いただきましたとおり、この選択的夫婦別氏制度につきましては、2003年に第4回および第5回報告に対します女子差別撤廃委員会の最終コメント、これにおきまして、民法上の差別的な法規定の廃止を要望されて以来、累次にわたり指摘を受けている状況でございます。この女子差別撤廃条約を所管いたします外務大臣といたしましては、引き続き国内関係省庁とよく連携をしつつ、この過去の審査における女子差別撤廃委員会の勧告を十分に検討の上、次回審査にしっかりと対応してまいりたいと考えております。三上さん。どういう対応ですか。具体的にもう少し詳しい説明をお願いします。上川外務大臣。これはまさに今、加藤大臣がご報告いたしましたとおり、国内におけるさまざまなレベルでの議論、これを深めつつ、また国内におきましては世論調査を重ねてまいったところでありますので、国民の皆様の意見も累次変遷を遂げているということの状況も踏まえつつ、さまざまな角度で関連の省庁と連携をしながら取り組んでまいりたいと考えております。三上さん。さまざまな省庁というのは横のつながりでも話し合いは続けられているということでしょうか。上川外務大臣。この問題につきましては、特に法務省の管轄におきましての民法ということでありますので、その意味では主体となる法務省を中心に、さらに男女共同参画のこの大きな、まさに多様性の中で、この議論が進められているということでありますので、そういったことも含めて連携しながら進めていくということになろうかと思います。三上さん。あまりにも長い年月がかかっているんですけれども、2008年に上川大臣が夫婦別姓に賛成で、そのために議員として活動してきましたとインタビュー取材を受けていらっしゃいます。ご自身のホームページにも載っております。こちらですね。はい。選択的夫婦別姓の動きも自然に前進していくのではないでしょうか。やはり社会の意識が熟していくということはとても大事なことだと思うとご発言されています。今も改めて思いは変わりませんでしょうか。上川外務大臣。
過去そのような形で私自身申し上げたところであります。またその旨につきましてはご紹介いただいたホームページにも掲載をさせていただいているところでございます。まあ、私自身は今外務大臣という立場でございますので、この場で個人的な見解ということを改めて申し上げるということについては差し控えさせていただきますが、そのようなことについては事実そうした発言をしたところであります。三上さん、ごめんなさい、もう一度伺います。であれば進めていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。上川外務大臣。先ほど申し上げたとおり、私自身今外務大臣という立場でございますので、もっぱらこの問題につきましてはあらゆるレベルでご議論をいただくこと、そして国民の皆さんの意見ご意見も踏まえながらご議論をいただくことでございますので、その意味で私自身見守ってまいりたいというふうに思っております。私自身の考えにつきまして、先ほどご紹介いただいたことについては事実でございます。三上さん、外務大臣として国連から申し伝えられておりますので、そのあたりを踏まえてですね、どういうお考えかもう一度聞きます。すみません。上川外務大臣。国際社会におきまして、さまざまな条約、さらにはさまざまな議定書、そうしたことを踏まえまして、日本の外交を推進しているわけでございます。この点につきましては、この間の、勧告もございますので、極めて重要な勧告をいただいているものと認識をしております。改めて国内におきましての関係省庁と連携をしながら進めていくということが基本というふうに思っておりまして、その意味で先ほど申し上げたとおりでございます。三上さん、ぜひリーダーシップを取っていただけたらと思います。私の友人が来月結婚するんですけれども、事実婚を選びました。女性が自分のアイデンティティ、これまで通していた性を使いたいという思いからです。で、2人の今の懸念は3つ、扶養控除を受けられないということ、そして相続をどうするか、で親権、子どもが生まれたときにですね、その姓をどうするか、こういった問題を抱えながら、事実婚で結婚生活をスタートさせます。こういった方々は少なくないと思いますので、改めてこの選択的夫婦別姓については議論を超党派で深めて実現してもらいたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。